英語学科の時崎と申します。今日はちょっと学部長が先ほど言ったようにフィンランドを出張中ということで、ご挨拶できませんけれども、代わりに一応進行させていただきます。英語学科とロシア語学科、まず最初は共通で、一応30分の時間予定されてますけれども、そうですね、20分くらいですか、かかりませんけど、紹介させていただきます。じゃあこの後はパワーポイントを使って、一応印刷物をコピーで配りましたけれども、大体そんな形になって、その裏にちょっとね、出てこないスライドもありますので、もうちょっと実は枚数が多いのでご覧ください。38枚ぐらいかな。じゃあ店長さんお願いします。まず、歴史と伝統ということで、外国学部なんですけれども、札大の中では一番古い学部ということで、経済と並んで古い学部ですね。そして最初の67年からで42年だったということですね。もう卒業生さんはもう60代半ばですかね。この間も交友会の方がいらっしゃいましたけども、なられています。まあ、歴史があるということです。そして、次 の, 2段目の、黒丸のところですけども、教員養成ですね、英語学科ロシア語学科ともに、その伝統があります。これもやはり卒業生さんの方はもう50代60代になられている方が多いので、管理職になられている方、校長先生とか、多くいらっしゃいます。で、留学の伝統ということで、昔から力を入れてきましたので、中に在学中にですね、留学して帰ってこられた方いっぱいいらっしゃいます。そして就職されたり、また教員になられたりしていますね。それから、3つ目はですね、2000年に大学院も作りました。外国学研究科という形で修士課程ということで、2年間の課程です。大学が4年で、その上また2年なんですけれども、これをやると、また免許が良くなったりとかですね、資格として、立派なものになることになります。大学院があるところは英語関係はそんなにいっぱいありませんので、特に英語学という形ではあまりありませんので、まあおすすめかなという考えになります。もちろんロシア語は少ないですね。そして4つ目、平岸高校さん、岡玉高校さん、新陽高校さん、東商業さん、松前高校さん、東大連携という形で行っています。もしかしたら皆さんの中にいらっしゃるかもしれないですね。お世話になっています。そして地域貢献、ここは西岡になりますけれども、地域に貢献、もうちょっと広めに、まず2006年に道庁の赤レンガ庁舎の展示物ですね、解説文、赤レンガ庁舎ですから、何カ国語でやった方がいいということで、4カ国語のパンフレットを作った、その時の翻訳ですね、北海道遺産のところですけれども、外国語パンフレットの翻訳、英語の文とロシア語の文を担当したということです。それから、これも高校生さんで参加された方もいらっしゃるかもしれませんけれども、イングリッシュキャンプという形で、来ていただいて、今年で4回目で合ってるかな、もう一つ増えたかな、しまったちょっとね、何回目かになっています。そして、ロシア語の方は高校生用のロシア語テキストを作ってらっしゃるということですね、作っているということです。それから、最後の黒丸ちゃんって赤丸になりますけれども、これは、近隣の小学校、高校で、中学校も入ってるのかな、中学校入ってないのかな、英語ロシア語活動のお手伝いをしています。そうですね、学校で今教えるようになりましたので、活動のお手伝いということで学生さんが行っていると。遠藤君行った、住吉君行った、行ってないです。はい、分かりました次行きましょう。はい、で通訳、そうですね、通訳希望されている方もいるかもしれません。僕も昔なりたかったなと思うんですけども、通訳は2007年に、ちょっと古くなりましたけど、スキーですね、ノルディックスキーの世界選手権が札幌であったときに通訳のお手伝いですね、まあ、ボランティアの形でお金はあまり出ないんだと思うんですけども、お手伝いをしたということですね。これがその時の写真ですかね、下の方ですね。でそして2008年はこれは札幌ドームでやったラリージャパン2008、車がドームの中走った時のやつですね。でこれも通訳のお手伝いをした、富山サミットでもお手伝いをしましたね。そうですね。そして、今年も雪祭りですね、国際雪像コンクールで、雪像を作るのを手伝ったということで、そこに写真がありますね。こんな形でボランティアの形で在学生さんとして、通訳、まあ、授業もあるけどね、そういうのを行っていると思います。これが先ほど申し上げた北海道遺産道庁で作った時のパンフレット、一番上にすみません、読めなくて、在市ですか、あ、そうですね、あ、どうぞ読んでください。在市ラシカ、はい、ということです。
北海道遺産ということですよね、というのがあります。北海道遺産のロシア語訳のページを作ったわけですね、はい、次行きましょう。でこれは英語関係で、これはその高校生イングリッシュキャンプの、なんか記事ですね、書いてあります。ロックコンサートやったんですよね、バーベキューパーティー。でそして右側その時の、写真の、記事がちょっと汚くなりましたので貼り付けて、下参加者これすごいいっぱいいますね、びっくりしました、はい、ということです。そしてこれはロシア語で作られている初級テキストですね、テレモクというテキストですね。これは何て書いてありますか。どうぞ、はい、エレメンタリークルス。クルスはコースだね。エレメンタリーは英語も同じなので分かりました。ですね、エレメンタリークルス初級編ですね。はい、どんどん行きましょう。でそしてこれは西岡北小学校の英語活動、これ谷口君ですか。本当だ、ね、すぐそばですけれども、小学校に行って英語活動をやってきたということで、これなんかカードを見せてなんかやってますね、楽しいですかね。はい、次行きましょう。そしてこれは、ロシア語の方で清田小学校でロシア語活動をした、ネイティブのロシア人の方と、これは大学生さんだったと、もう覚えちゃってますね、ということで、ロシア語活動をやってきた。あの皆さん楽しそうですね、はい。そして先ほど申し上げた教員養成の伝統ということですけれども、これはまあ我々が誇りにしているところで、北海道の英語の教員、あの中学校と高校ですかね、についてなんですけれども、その、 いる先生の 10% だから10人に1人で教員になってますね、の先生は殺大の、外国学部、まあ、中心ですけれども、の卒業生であるということですね。皆さんのもしかしたら担任の先生、英語の先生の中にもいらっしゃるかもしれません、ね、そして校長先生、教頭先生になられている方も多数になりました。そして一応これは言っておいた方がいいんですけれども、英語学科に属していてもロシア語学科に属していても英語の免許を取ることができる。ロシア語の免許も取る、頑張れば取れるんですよね、英語学科の人もね。この間もロシア語の卒業生さんで英語の先生をやってる、ちょうど岩手でやってる方にお会いしたんですけども、やっぱりロシア語で、取って英語も、教えている形になったんですね。いきましょう。留学ですね。留学は我々が力を入れて枠をいっぱい取ってやっているところです。実際に行かれる方も多くですね、どんどん行ってほしいなと思っているところなんですけども、まず大学全体の交換留学制度というので、アメリカ、ネブラスカ州、ファーミンですね、あとリンカーですね、いろいろあります。それからこれについてはちょっと分かりにくい言葉ですけど、フルスカラシップ、フルですから、まあ、お金がいっぱい出るということですね、お金をいっぱい渡して行っていただく。トゥイッションっていうのは授業料分っていうことですね。ちょっと、額が減りますけれども、授業料分を免除して、その奨学金としてお渡しするという形です。そしてから、認定留学生制度、認定留学生制度ですから、これは向こうの、大学の許可を、取ってもらえればこちらから派遣することができます。これは自由に行けますので、交換留学以外のいろんなところに行くことができます。これは我々の昔からの特色ですので、これを生かしてね、好きなところに行っていただく、というのが我々の希望でもあります。そして留学期間については、これもちょっと、カタカナですけど、1学期間、まあ、半年ですね、大学が半年なので、半年かもしくは1年間から選択できます。単位をうまく取っていきますと4年間で卒業ができます。だから殺大に3年、向こうに1年という形で卒業することもできるということですね。ちょっと計画的な履修が必要です。それから国内留学制度もありまして、沖縄、京都、最近行ってる人がいないんですけども、これも一応あります。これについてもあとまた別な、説明会、午後も予定していますので、質問があったらまた解説したいと思います。行きましょうか。短期留学制度は留学でのですね、海外研修の形で、これは引率がついて皆さんで、まあ、旅行みたいな形なんですけど、ホームステイしてやってくるような語学研修ですね。もしかしたら今高校生さんでもいろんなとこね行かれてますから、もう行ったような人もいるかもしれませんが、我々はアメリカ、イギリス、カナダ、オーストラリアなどですね、4週間でやっています。ロシア学科についてはモスクワ大学の4週間プログラムということですね。ではどんどん、これ写真がいくつかあるのでどんどん行きましょう。
で、これはラトロープ大学。これどこですか、ラト先生。ラトロープ大学。オーストラリア。オーストラリア。オーストラリア。はい。はい、次行きましょう。はい、そしてこれは、これはシンニー。シンニーですね。英語はシンニー。そしてどんどん行きましょう。これオペラハウス。これはメルボルンですね。なんですね。これ空が青いですね。どんどん行きましょう。でロシア語の方になりまして、これは冬行ったんですね。サンプトペテルブルク、美しい街だということで行きたいなと思ってるんですけども、先行きましょう。これがそこの運河ですね。エルミタージュでしたっけ、が映ってるという美術館ですね。美しい。どんどん行きましょう。でこれは赤の広場で、特徴的なこの、建物なんですね。さ、どんどん行きまして、少人数教育ということで、話させていただきます。もともと外国学部人数少ないんですけども、さらに分かれていきますので、どんどん小さくなってやっていくことができます。入学から卒業までアドバイザーという形で、ついてやっていきます。語学の授業についてはレベル別に、する教室、クラスもあります。それからどんどんいろんな、科目を取っていただけるということですね。4番目がそうですね、トータルな学習計画を共に作るという。それから5番目はネイティブ教員がですね、会話科目は担当するということでは決まっています。で専任教員としているというのは力強いところですね。いろんな大学ありますけれども、非常勤の形でいっぱいいるところは多いんですけれども、我々は専任の形で2人ずつネイティブがいますので、しっかりしていると思います。でそれからプレゼミナール、ゼミナールで、小さい単位ですね、また将来の進路を共に考えると。進路については先ほど申し上げた航空、旅行、教育、国際機関働いている人もいますね。どんどん行きましょう。就職についてです。就職についてちょっとこれは小さすぎて見にくいんですけれども、またパンフレット後でお見せしたいと思います。先ほど申し上げたように、旅行関係とか多いかなと。希望も多いし、新世代の就職も多いですね。どんどん行きましょうか。行事活動について、学長杯英語弁論大会、そしてロシア語弁論コンクール、全国大会ですね、ロシア語の方ですね、開催されて入賞されていますね。大の、ロシア語学科の方が入賞されています。あとロシア語合宿、これ後で写真がありますね。あと北方領土へのビザなし交流をやっている。あとヨールカ祭、これはロシアのクリスマスヨールカですね。それから在学生イングリッシュキャンプ、さっきのは高校生でしたですけども、大学入った後もイングリッシュキャンプを予定しています。あと、いろんなことでゼミ対抗運動会、英語学科、はい、そしてユースフォーラムニュース、これが次出てくるかな、新聞が出てきます、次どうぞ。まずはロシア語弁論コンクールですね、こんな形でロシア語の方で、入賞されています、雑大で行われていると、全国大会ですね、次行きましょう。でこれはロシア語の合宿ですね、なんか力強い、合宿風景ですけども、はい、どんどん行きましょう。これがヨールカ祭、ヨールカって書いてありますね、ロシアのクリスマス。どんどん行きましょう。でこれは、なんかよく分かりにくいんですが、イングリッシュキャンプ、何をしているか分かんないですけどね、何か活動をしているんですね。でこれは英語学科ゼミ対抗運動会、あんま勉強に関係ないじゃないですか。はい、次行きましょう。はい、でこれがさっき申し上げた三カ国語、日本語と英語とロシア語で書いている、新聞ということですね、ユースフォーラムニュースということで、随分作っています。ホームページの中にも載せているようですので、ご覧いただければと思いますね。これからかな。そして検定試験、先ほど申し上げましたけど、いろんな検定試験をやっています。皆さん英検とか持ってらっしゃいますか。大学入った後でもですね、英検が年3回とか開かれますので、で TOEIC、 視力関係については TOEIC の点数があった方がいいですから、公式の試験、これも英語学科で、全員受験の形で、英語学科についてやります。あと留学を希望する方には TOEFL ですね、留学のための点数が必要ですので、こういうのを受けていただく、ということです。それから関東英語検定、これ今どのくらい受けてるのかな。住吉君受けた。はい、受けた。そうですか。玄斗さんは受けるって。受けるって。なるほどね、わかりました。あとロシア語検定試験ということで、ロシア語の2年生4年受験、それから漢字能力検定試験も行っています。で入試制度、だんだん終わりに近づいてきましたね。はい、
入試制度についてはこのまた、まだ先の話ではありますけれども、大きく分けまして一般入試ですね、試験問題独自の我々の試験の形でやるのが学校模擬試験2月3日で、それから一般入試の B 日程で小論文の形で、試験もあります。そして共通、全国共通のセンター入試ですね、センター試験を受けていただいて、出願は3回一応可能ですけど、まあ A 日程が、ね、一番普通の、試験ですけどもあります。あとは推薦入試の形で指定校、学校の方に我々でも決めて、この学校さんお願いしますみたいな形のやつが公募生、それから指定校生ですね、その次自分で校長先生、担任の先生を通じて推薦してくださいという形、これが公募生の推薦入試。そして自己推薦の形で資格があったりしますと、自分で推薦することもできます。あと課外活動入試、スポーツとかですね、ブラスバンドとかいろんな形があります。あと大人の方は社会人入試もありますので、ぜひともどうぞ。あと海外帰国生徒入試ですね、こんな形になっています。はい、ということで、駆け足ではありましたけど、一応全部説明しました。今日のスケジュール、この後についてはですね、12時20分からになってますけれども、早めに始めることもできますが、英語学科はですね、隣の教室、ここはね、コール A 教室なんですよね。B がその、壁の向こう側にありますので、そっち側に移動していただけると、それで我々が出てきます。大学生と語ろう、大学生と語ろう、英語学科の A to Z っていうのは、A to Z ですから、すべてっていう意味ですね。もうすべて、いろんなことをお話したいということです。ロシア語学科については、学科 PR、このままこの教室ですね、行われます。一応12時20分からですけども、もうどうしていらっしゃるのかもしれません。ロール動画の開放です。そしてタイトル合ってますかね、映像が語るロシアの美しさ、面白そうですね。ロシア語学科でも、こんな形のテーマで行われます。今日はちょっと先生方も来ていただきますから、簡単に、お名前だけ自己紹介していただいて、はい、じゃあ、こちらからいきますか。はい。はい、ロシア学科の鈴木と申します。ぜひたくさんの方がこの部屋に残ってくれることを希望したいと思います。日本語できたんですね。はい、じゃあ先生から言ってください、はい、厳しい。ロシア学科の山田です。皆さん一緒に勉強しましょう。じゃあ、あと学生さんだから端っこから行きましょう。はい、どうぞ。ロシア語学科の島本です。何年生なんですか？2年生なんですか？そうですか、わかりました。はい、どうぞ、住吉君。はい、はい、英語学科3年、住吉です。よろしくお願いします。カメラマンどうぞ。英語学科3年生の、ケントです。住吉君とは同じゼミに属してまして、この後も向こうの教室で、いろいろお話をありますので、もしよろしければいらしてください。話があるんですね。はい、で私は英語学科の時だけです。ということで、今日はまだフルメンバーでは来ていませんけども、この後も実はですね、今日は今回は、今年度の第4回ということなんですよね。ちょっと分かりにくいんですけど、また4月以降新しい回になって1回目から始まるんですけども、わざわざ今日来ていただきましてありがとうございました。あとは特にないですかね。よろしいですかね。はい、一旦ここで時間は終了です。皆さんありがとうございます。あとお昼行ったりとかいろいろ考えられますので、どうぞご自由にですかね。はい、はいはい、では皆さんどうもありがとうございました。